おい、何してんねん。衣装できた。おい、18万。何してんねん。破れる。動きもできる。何してんねん。何のネタができんねん、これで。切るのに3人いる。レーザーレーサーやん。レーザーレーサーです。あの当時一番流行った選手用の水着やんけ、お前。着るのに何人かいるやつ。何やねん、何やねんこれ。ここで見てる実質っていうのだけ付け加えた。ごめんな。トークライブにも登場するの作家の板倉。あ、板倉や。トークライブ全部入ってくれてる。増田の元相方ね。マリーマリー増田の元相方板倉。芸人辞めたのに、辞めて魚なったのに、辞めてないみたいに過ごせてる唯一の人間。最高しよ、ね、最高、はいはい、寂しくないや、はい、なかったら辞めるとき。バイトせずに芸人と入れるんですから。最高やな。こんないいことないですよ。最高。俺ちょっと髪の毛色落ちて茶色かった時期あってんけど、はい、一時ほぼ一緒やったな、なんか。僕はもう今メッシュを入れたんですよ。あ、もう入っちゃう。もういいな、作家やな。芸人やったらできん。これできん。そんなんできないですよ。こんな芸人このカラーやったらあかんか。こんなカメラ向けられてんすか、毎日。そうや、こんな服買っちゃうやろ。こいつはそりゃこんな服買うやろ。こいつは向けるって。なんやねんそれ。大丈夫、オープニングだけ。オープニングのためだけにこれ着てるっていう支配人へのやる気。やる気の見せ方や。ちゃんと衣装持ってきてますから。あ、そうなの。はい。それはさすがにこれで満足はやばいっしょ。衣装はほんまに届いたの。でもそれはこれだから、今日はだからネタ合わせへん。じゃあどういうこと、何言ってんの。ん、衣装は、じゃあほんまの衣装やろ。ほんまの衣装はまあこれ M1 に間に合う。で1回戦からさ、最初から、はい、な衣装変わな、途中で変わったらさ、そっから本気みたいになってキモいやん。だから間に合ってよかったよな。これ、うん、まあ1回戦は絶対通るよ、逆に。うん、そうそう。2回戦以降もう、じゃあお前こっちでみんな。あー、ごめん。おいおい、俺が目やと思ってるとこで見ろ。そっちで見てくんなや。何がやねん。俺もそっち見るようになるやろ今後。こうしてなあかんのか。うわーきつ。今しんどいの。しんどい。今全然目やってない。はあ。警戒にな。いや、警戒に行きたい。等身大で行こう。よし、行こう。無観客やってよ、無観客。等身大ってなんやねん。等身大で練習通り、いつも通りの練習してへんねん、それで何も。あー、観客、緊張してきた。無観客やねん。そうなの。え、知らんの。拍手とかないで、これ出てっても。お客さん少ないだけですよ。ゼロです。ほんま、ピクニックやん。今日卵挟んで。いや、それ知ってるよ。俺が食ったのも挟まってたから。飽きへんの。ん、飽きへんの。マジで1年ぐらい食ってるから。びっくりしてる自分でも。俺ほんまビジネススパムやと思われてると思うね。思う人もおるかもな。でもカメラ映ってない時の方がスパムや。これはでも確かに俺も証言するけど、そんなんで一食を塞ぐやつではないよな。そうよ。そんなめちゃくちゃスパム食ってた。イメージのために一食スパムにするやつではないよな。いろんな角度で撮ればみんな見ると思った。ここ置いて景色変わった方が。まあまあまあ、そうやけど、うん、ひねりながら食ったら味わからんくなる。味言うても魚の味ちゃうよな。これめちゃめちゃ時間かかるわ、この方法。やばいやばい。数秒ずつ。味言うても魚の味ちゃうけど、なでてんてんてかなんねんねんだよ。なんか始まってもうてんけど、俺の味で小ボケで。これと今日ちょっともう一本取れる話ある。取れる話ある。何、ここで話すわよ、もったいないお前。いいね、その入り。じゃあそれは明日に出るってことやろ。そういうことでございます。うまっ。バム。さあ、ライブが終わりました。今日一本だけやったな。21時始まりの一本って8時入りやろ。もう休みやかんね。あ、これちょっとさ、この前さ、うん、
芸人を辞める俺の地元の友達の蓮ね。そうそう、元俺の同期のね。そうそうそう、地元では後輩やねんけど、うん、芸歴は一個上、京極と同期っていうちょっと不思議な関係性の蓮がね、芸人を辞めて大阪に帰るってなってたよ、うん、で、蓮と明けガラスのキングは、うん、バイトがずっと一緒で。あ、そうなんや。そう、あの荷揚げの作業系ね。そうそうそう、肉体系ね。そう、それでキングはむっちゃ蓮のこと好きなんや。あ、そうなんや。そうそうそう、だからその3人でなんか集まっていいな、なんか最後もう蓮がもう最後やからさ、うん、ちょこちょこ最近遊んでんねんけど、キングってさ、お酒飲んでもう寝へんのよ。ずーっと飲むねん。どういうこと？いや、いつかは寝るやろ。いつかは寝へんねん、これマジやで。で、だからさ、もう俺とレンがもう寝て、シュン君、シュン君、レン君、起きてみたいな感じやねん、意外と。かわいいねんけどな。芸人の先輩を組んでよくおもろいな。そう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 。あの、だから、レンに引っ張られてかもな、それも。レンがシュン君って呼んでるやろ。いや、でも、レン君やからね。あ、そうなんや。もうそういう、ほんまに地元の先輩って感じなんや。いや、なんか地元の集まりみたいな雰囲気やずっと。ええやん。めっちゃいいねんけど。で、なんか歌うねん、すごい。ああ、そうなんで、キングってさ、いろんな音楽のジャンル好きやから。ああ、清水翔太とかまで歌うし、 J-POP も行くし。そうそうそう、ヒップホップも行くし。そう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 、ラップとかもめっちゃ好きやし。で、なんかもう、うるさいなーってぐらい。まあ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 、しんどいわな。寝かして、みたいな状態、うん、ねえ、マジで。何？清水翔太な、それこそ歌ってて、今さら帰れないよ。あいつ歌うまいよ。聞いてられるっちゃ聞いてられるんけど、うん、あの場所はってこうやって、そのなんか、うん、うまいやつの、うまいのグループな。で、俺はなんかうるさいけど、まあ子守打った的な感じで寝ちゃって、うん、寝たんや。で、寝たんが朝4時とか、うん、で、次起きたらもう2時とか、どんな素敵な思い出も心にしまっておくべき。あいつ俺らが寝てる間ずっとホーム歌ってて。絶対。いやいや、いあるよ、うよ、曲折。いや、オウムにたまたま起きるタイミングで、あいつ多分戻ってきてただけ。あの、リピート再生押しちゃってて、多分ずっと、あの場所は。間違えてな。プレイリストのリピートじゃなくて、うん、1曲のリピートね。で、なんかさ、あるやん。この夢でな、なんか毎日この夢 見るわっていうのか、毎日見てるっていう夢なのかみたいな、これほんまに見て、ほんま見てないんかなみたいな、うん、なるときあるやん、うん、なんかそんなんと似た感覚で、デジャブ的な。これなんかあの寝た時に歌ってなかったんちゃうかなって思った。起きた時の記憶だけで繋がったってこと。そうそう、勝手に歌ってなかったのに、そうなんかな。そうなんちゃうと思って、2時間半ぐらい考えたけど歌ってた、うん。えぐいち。だから、ハジとかむっちゃ聞いてたし、みんなで。3人で、でもう3人が完全に、もうその懐かしくて、多分、遊んできた友達とかも似てんのか知らんけど。ええやん。むっちゃ楽しいねんな。めっちゃ楽しそう。怒らせないよ、お前、いっちゃん。喧嘩弱いねんから。ありえるな。一回な、その3人の集まり、ちょっと眠くて、うん、ごめんって言って、打ち合わせや、とか。で、言ったらもうテレビ電話振ってたから、白状の先輩が、とか。本社までさ、迎えに来てくれたから。その、遊んだ時とか。電話してたな。そうやろ。うん。そんなことがありました。ということで、十分尺はいただきました。ありがとうございました。